最初に準備をして、じゃあ完璧な状態で私は先生になるためにトレーニングをして準備をしてっていうのは、これは別に間違いじゃないです。間違いじゃないけど、いくら勉強してもあなたはプロにはならないんですよね。お金をいただくことによって初めてプロになるんですよ。でお金をいただくことによって責任が出て、そしてあなたのところにクライアントが来ることによって、じゃあそのクライアントに対して何を提供したらいいのかってことを真剣に考えるようになるわけですよ。これはクライアントが来ないと分かんないんです。一生、私もそう、私の生徒たちもみんなそう。で実際に頭の中で想定しているものと違ったものをあなたのクライアントが求めていることは、これは非常に頻繁に起きます。だからまず最初にオファーをしてお金をいただく。でそれによって、じゃあもしかしたらクライアントがあなたがね持ってない知識を必要とするかもしれないじゃないですか。じゃあそれに対して分かりませんって言ってクライアントを突き放すのか、あるいはあなたがそこで勉強をして、さらにそしてクライアントに必要なものを提供するのか、どっちのマインドに切り替えて行動していくかによって、あなたのビジネスがこれから成長していくかどうかが決まるわけですよ。だから全然経験がなくてもいいんですね。まずはあなたの無料の価値提供から始めていって、でそこであなたの有料のまずオファーをして、それから商品を作っていく、このやり方で大丈夫です。大丈夫です、はい、なのでまずは前に進む、価値提供を発信していくということが大事。